ダーネル・キットレルはアメリカ合衆国のプロレスラー。ペンシルベニア州フィラデルフィア出身。キャリア初期ではサビアンのリングネームで活躍し、現在は CZW ではブラックジーズ、ティネではラシアド・キャメロンのリングネームで活動している。外貌上の特徴から黒い岡村隆史と評されることがある。2000年2月26日、プロレスラーとしてのキャリアを開始。 それから半年間 HPW を舞台に、インサヤシを制したことで、HPW ジュニアヘビー級王者のベルトをダッシュした。HPW 参戦後、3年間にわたって、スータのインディー団体を転戦した後、2004年5月4日、CZW に参戦。ラッカスとブラックアウトというユニットを結成。 このタックを持って6月12日にニック・ゲージとオンネート・ヘイトリッドのタック、ヘイト・クラブに対して勝利を収め、CZW 世界タック王座を獲得した。2005年4月2日、マイク・クアッケンブッシュに勝利し CZW 世界ジュニアヘビー級王座を獲得。2006年11月には、ロビー・メリーノとタックを組んで、CZW 世界タック王座を再び獲得し、 その翌2007年には、ダニー・ハボックを倒し再び、CZW ・ジュニア・ヘビー級王座を獲得。2008年、自身3度目の出場となった、ベスト・オブ・ザ・ベスト8を制覇した。2010年には、ジョーカーとタッグチーム、フィリーズ、モスト・ウォンテッドを結成して12月11日に、地元フィラデルフィアで5回目となる、CZW 世界タッグ王座を獲得。2011年、 リングネームをブラックジーズに変更し、3月より第2本プロレスに参戦するため来日。日本のファンから好評を得て、12月に再来日して31日の日本の多数インディー団体が集結したイベントである。年越しプロレスで、カジトマトのパロディギミック、カジゴボウとして出場し、コミカルな試合スタイルも見せた。引き続き2012年1月2日より、 第2本プロレスにスポット参戦。6月にはティネにてラシャド・キャメロンのリングネームでスポット参戦ながらテレビショーやワンライト・オンリー・ BPV に出場している。他アメリカのインディー団体を中心に多数のタイトルを獲得。ありがとうございます。